タップコル公園は、大韓民国ソウル特別支障録にある公園である。別名パゴダ公園とも呼ばれている。また、表記揺れでタップコル公園と記されることもある。タップコル公園にある、演楽寺席十層席等この公園は1919 19年の3.1独立運動の発祥地で、ここで、独立宣言書朗読会が行われた。1991年10月25日、 史跡354号に指定された。タプコル及びパゴダの名は、園内にある大遺跡でできた13層石塔から来ている。この石塔は、李氏朝鮮王朝の王室の森寺だった、円覚寺の遺跡で、韓国の国宝2号に指定されている。他にも円覚寺の碑文などが残存している。朝鮮王朝第7代国王の清祖は1464年。 自らの犯してきた殺生を食いるために、それまで荒れていた寺の跡を、縁楽寺と解消し、多くの道具や門、大蔵教殿、そして現在も残る十層石塔を建てた。しかし16世紀初頭、仏教排斥に熱心だった第十代国王、つばめ山君の第二、縁楽寺は、手のひら楽院に変えられ、王が音楽を聴いて、キーさんと遊ぶ、協楽の場合と変えられてしまった。 16世紀前半には建物もなくなり、十層石塔のみが残った。1897年、政府の総税無視を務めていたアイルランド人、ジョン・マクレビ・ブラウンの手によって庭園となり、1920年にソウル最初の公園として公衆に開放された。公園内には3.1独立運動を記念した、塔や独立運動家や愛国家を記念した銅像が立っている。 ありがとうございます。